けしかないピザ、ピザクックのメニューを食べながら客室に答えてみた。めちゃくちゃ YouTube っぽい企画ですね。もうラブにやっていきたいと思いますので、とりあえずピザを注文したいと思います。じゃーん、ピザが届きました。さあ、ピザクックのピザ、私が紹介していきたいと思います。まず一品目、九州スターホー、ピザ1枚で4の九州が楽しめる。じゃーん、こちらです。マルゲリータから、地鶏から、牛から、シーフード全然つかない、シーフードこれバジルをめくるとマルゲリータが出てきます。そして続いて、私がすごく大好きなクワトルフォルマッチ、これ早く食べないと固まっちゃうんですけど、ハーフアンドハーフにしました。こちらが、これが、これで、クワトルフォルマッチで、こっちが牛アンドサーロイン、牛カルビサーロインステーキです。続いて、ピザクックはサイドメニューもお好み焼きも美味しい。こちら広島風です。まだ間に合いませんね。そしてポテトもこれカリカリ系です。こんな感じです。ピザパーティースタート。ちなみにこれは案件でも何もなくて、シンプルにピザが食べたくて、一応 CM に出ているんですけど、こちらに頼みました。私が大好きなこのクワトルフォルマッチをね、蜂蜜かけない感じで、かけまーす。しかもいつもはさ、1枚にこれ1つかけないかんけど、半分にこの1本かけていいということで、なんていう贅沢な蜂蜜の方なんかでしょ。で、今日はね、質問をいただいているので、ラブにね、いただきまーす。チーズどんだけ入っとんってくらい美味しいですよ。質問に答えていただいてもらおう。好きな食べ物は何ですか？ごまカンパッチ。181cm、75kg、 名古屋に住んでいる社会人です。遠距離でもいいので付き合ってくれませんか？遠距離は無理です。遠距離苦手。会いたい時に会いたいな。うん、ピザ食べとるとか言ってないけど、なんでそんなに可愛くてそんなにピザが似合うんですか？だって。サムネ何カップですか？ね、ちっちゃくなりました何カップって答えたら、まあ夢がないと思うけど、この骨格に対しては大きい方らしいです。好きなアニメ教えてください。今やったらスパイファミリー。アーニャピザハラス。デリベンテル。何この質問。男のセクシーポイント、次のうち抱かれるならどれ？1、お尻がかっこいい。2、胸毛がある男。3、デコルテ、綺麗な喉の毛ができる。1のお尻がかっこいい。どんな人がタイプですか？絞っていくと、顔重視、性格重視だったら性格重視。なんでかって言ったら、顔は飽きるし、いずれ飽きた時に何が残るってなったら性格だし、てか性格で顔がどんどんかっこよくなるか落ちるかって思ってるんですよね。めちゃくちゃイケメンでもタイプでも、性格が好きじゃなかったらかっこよく見えなくなるけど、だから要するに私は顔は多分中の上ぐらいの問題、上がっていく一方だから。でも最初からいきなりイケメンだと下がっていくしかない。あ、今の顔不細工だったなとか思ったら、あってなるし。あれ、朝起きて最初にすることは何ですか？二度寝私目覚まし5分ごとに見ちゃったけど、なんとこのピザ、私が開発したピザがメニューになります。明太シーフードピザ。明太子とシーフードが混ざっているんですけど、私明太子すごい好きやけど、その時明太子のピザってないなと思って入れてもらいました。
きます。デビューの時と今と何が一番変わった？体重。デビューの時138センチ、今147センチ。体重その時25キロ。今の体重はあります。 YouTube で今後やりたい企画はありますか？まずはシニアが大好きなので、シニアルーティーン、おじいちゃんおばあちゃんルーティーン、あとは虫系だったらアリがすごい好きなので、アリの研究、夏休みとかあたりにやりたい。あとは経営を学びたいから経営を学ぶような企画。コンビニでよく買うものは何ですか？みたらし団子です。雨の日の過ごし方は雨の日の過ごし方は長靴を履くです。好きな男性のファッションはきれいめストリートです。毛がある男性はどう思いますか？今さ、なんか毛ない人多いよね。めっちゃ濃いんだけど。好きな子にいつ告白したらいいですか？うわ、恋愛相談めっちゃ乗りたい。3回秘めるって思った方が私はいいと思って、あんまり期間を空けすぎて慎重に選んでいると友達止まりになるし、あと徐々に接近した方がいいと思う。奥手男子って思われると女の人に男らしい感じに見られなくなるから、まあ1回目はご飯、2回目はちょっと夜遅くまで、2軒目ぐらいまで行ってちょっと手を触れるなりハグするなり、3回目でゴール、はい。パンと付き合うって考えたことありますか？出会い方で全て関係性で変わると思っているんですけど、そう出会ってしまったなら私の使命はっていう風に考えるタイプで、ファンで出会った以上その人の一番の幸せはずっと応援したいって思い続けれる存在でいることがその人の幸せって思うタイプなんですよ。もしその人と付き合うってなっても、例えば私のアイドルの姿が一番好きだとしたら、アイドルじゃない部分のだらける部分をもし見てマイナスになるようなことがあるのなら、ずっとアイドルでいることの方がその人の幸せかなと思うから、私はまあでもどうなるかわかんないですね、人間なんで。ゆみちゃん、結婚願望はありますか？あります。でもそれは結婚という経験がしたいなってだけで、人生1回だけだから。経験って言葉がすごい好きで、経験して自分がどういう風な感情になってどういう感情を覚えれるかみたいなのが肝だと思っているから、願望はあるけどそれは経験をしたいという意味ですね。リンクになろうと知ったきっかけは何ですか？これは兄の影響なんですけど、兄がとてもアイドルが好きで、ホロプロが好きで、モーニング娘さんの9期生オーディションっていうのがちょうどやっている時期に一緒に好きになって、お前受けりよみたいな。で、受けたら東京ぐらいまで行けるようなレベルにまで行けたけど、ギリギリぐらいまででダメになって、そのモームスさんのオーディションって2人ペアで受けるっていう感じだったんですよ。福岡からの2人ペアが今現在いる生田絵里奈ちゃんっていうメンバー、福岡で一緒になってたら、九州代表みたいな感じで東京に行った時も生田絵里奈ちゃんがいたんですよね。あっって思って、私は落ちてデビューしてたのが生田絵里奈ちゃんで、うわー悔しい。その悔しさから、福岡で何か東京に負けないものできることないかなって思って調べたらリンクが出てきて、リンクの1期生で、まあ、12年目という感じですね。長いですね。だからまあ兄の影響ですね、きっかけは。リンクを卒業したらどんな人生を歩みたいですか？リンク以外の人生は考えたこともないけど、卒業したらバイトという経験をする。バイトをしたことがないので、なんか甘えた環境じゃないところで、しかも女の人がおる職場、そういうところで経験をしたい。一回ドーンって厳しさを感じて落ちて、どう這い上がれるかっていう経験。福岡の YouTuber です、コラボしてくれますか？したい、したいです。そういうなんか交流をしたいですね。メイク動画とか見てみたいです。私メイク普段あんまりコロコロ変えないけど、よければぜひですね。誕生日一緒で運命感じて応援し始めました。私も5月7日生まれの人いたらすごい嬉しいです。ピザクックのサイドメニューのお好み焼きもめっちゃ美味しいんですよ。広島風と関西風があるんですね。足のサイズはいくつですか？ 22.5。 お酒好き？お酒は飲めないんです。なんかね、キッチンにずっとなんかウイスキーみたいな置いてあるけど、あれもスタッフさんが前一緒にミーティングした時に持ってきたやつで、なんか私が飲んでるみたいな雰囲気あるけど違うんです。飲んだらね、気持ち悪くなっちゃうから、せっかく楽しい場なのに気持ち悪くなるのが嫌だから、ジンジャーエールででも私朝まで行けるんで。でも一番意外と冷静に話を聞いてますからね。テンション合わせてるけど、みんながどんどんダメにいくなってる姿をよく見かけます。長所10個。明るい、人はあんま傷つけない、優しい、気が使える、あざとい、いい意味だね、効率がいい、あとセンスいい、頭の回転さも速い、愛情深い、素直。なんて素敵な人。
ましたが、次行きます。最近家で何してる時が一番楽しいですか？もうこれはでも TikTok 撮影を一人でしている時間はあっという間にありますね。見てね。スマホケース何使ってますか？これです。自分のグッズです。可愛いでしょ。趣味は何ですか？いや、趣味に関してはね、本当に何にもなくて、でも今まで趣味が欲しくて、で趣味でつながる仕事とかもありそうやん。薬とかやってみたけど、いまいちそんなにハマることなく。だから、このチャンネルで趣味探しをしたいんですよね。逆に趣味なんですか？趣味ある人ってかっこいい。なんか自分の好きなものに考えられるっていう。アイドルのライブに行くと、それも趣味よね。こういうものが欲しい。一通り答えました。はい、ということで皆さん、たくさんの質問ありがとうございました。ピザもまだ2切れしか食べてないのにすごい空腹です。あ、満腹です。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、無断天才よろしくお願いします。それではまた会いましょう。バイバーイ。